違いねえ。お気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども公は志村の勢いを妬めり。修行を取り戻さんとて公は志村に謀反して数多の武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒されるなれど、堺の助くれば志村乱を鎮め時より公を滅ぼせり。末後の意地で時より公苔の下よりよみがえり志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死。時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか？平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。堺様、何かご用ですか？平太郎はおるか？ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を？猛虎の患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ？以前
道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ？藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば？有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。音量に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。助けを。なぜ音量に頼るのだ？馬までも殺したのか。盾か。技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜこの者らも殺した？助けて、出してください。落ち着け。鍵を開ける。ここで何が？本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ芝の者も犠牲に？こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。走れ、ロブ。ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。
どこかに隙間があるはずだ。長いこと使われておるようだが、社に備えられていたものだ。額あるものが書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。槍川家の旗がある。槍川の武士の兜。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。もし様、金剛の庭を探しておるのだが。この近くの金剛力士をお探しください。名のある武士が掘ったもので庭を見守るように立っています。怨霊がかけていきました。姿を見たのか。行き先は。金剛の庭の方です。不気味なほど蛍が集まっております。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが怨霊は俺に当ててある。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。その動き見切った。お前も槍川で死ね。
何をしている。見極めておる。これで終わりだ。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったな。フンネの舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。